結果をいただけてとても嬉しいですけれども、次の曲も頑張らないといけないと。また今までとガラッと変わってね、はい、あの3人それぞれのパートが出てくる新曲が、月明かりの単語という、はい、今回8月の26日出ますけれども、ね、まあその新曲の発売と同時に進行しているのが来年のコンサートの件です。はい、はい、2016年1月31日行きますか。ありがとうございます。東京浅草公会堂で、はい、行いますけれども、まあ、あのおかげさまで S 席が完売という、そうなんです、先行発売の段階で S 席が完売になりました。ありがとうございました。おめでとうございます。残りは A 席、B 席です。まだね。あのですね、よく詳しくチラシ見たら、あの学生割引があるんですよね。だからその小学生の方、中学生、高校生、大学生、とにかく学生なら500円こうキャッシュバックというか500円割ですね。つまりその息子さんシニアちょっとシニアがシニアパック的なのが聞こえちゃいました。これどういうことかっていうと、はい、つまりその、まあ、息子さんとかお孫さんは、ね、そうとあの一緒で、おかげさまでその、まあ、お孫さんがね振り付けがすごく好きだとかっていうのをよくいただきますので、僕たちにはぴったりのこう制度じゃないかと思います。そうですね、ぜひ息子さんやお孫さん連れて、はい、僕たちの振り付け一緒に楽しめるようなコンサートにしたいと思っておりますので、はい、ぜひご一緒にお誘い合わせの上で、はい、お願いします。何を